ソディックワールドツアーへようこそ。油加工液使用超精密ワイヤー放電加工機ザ AP350L の魅力をご案内します。早速ですが、こちらのサンプル、直径250mm、深エンド 1.5 ミクロンの加工をなんと約36時間で加工したサンプルになります。ハイブリッド自動車のメインモーター用モーターコア金型を想定し加工しました。 AP350L はこういった丸物ワークでも容易にセッティング加工できるようにロの字ワークスタンドを採用しております。こちらになります。 X 軸のストロークは 350mm、 Y 軸のストロークも 350mm の同一ストロークとしています。このAP350L の特徴は、 XYUV の加工軸に自社製のリニアモーターを搭載、自社製のセラミックをふんだんに使用、これにより高精度加工と高品位加工を支えています。また高速エコカット O プラスを搭載しており、面粗さ RZ1 ミクロン以下の加工を高速に加工できます。超高加工板厚80ミリといった高板厚であっても、面粗さ RZ 0.4 ミクロンを達成した実績もあります。こちらをご覧ください。このように軽く押すだけで滑らかに滑るのは、テーブルの収動抵抗を極限まで排除する超精密機向けの専用設計をしているからなのです。一般的なワイヤー放電加工機は加工タンクを貫通してワイヤーが排出されるためシールという収導部がありますが、この AP シリーズは違います。加工が終わったワイヤーはベルトで案内され、加工タンクの壁を乗り越えて外へと排出します。これにより XY 駆動時のテーブルの収導抵抗を極限まで排除しているのです。AP シリーズは発売より35年以上の実績があり、油を加工液に使用するワイヤー放電加工機の超精密機として多くのお客様にご満足いただいております。シリーズとして AP250L、 AP350L、 AP450L、 AP650L と4種類ラインナップしております。以上、他にも必見の加工実例を別動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。詳しい資料やお見積もりなど、何でもお問い合わせください。社員一同お待ちしております。